こんにちは。ミアロンドンというゲームを紹介します。名探偵のミアロンドンちゃんが625人もいる容疑者の中から変装した犯人を見つけ出すゲームです。手がかりをよーく見て似顔絵を作ります。どんどんめくられる変装道具の中に同じ道具が2回出てきます。でも中には1回だけしか出てこない道具があるので、それを見つけてください。道具は4種類あるので、1回だけしか出てこない道具を4つ揃えると犯人の顔がわかります。ちょっと待って、全然わからない。はい、やらせてください。じゃんじゃん、やったー、みんな。おー、ついよー、最後の。ミアロンドンの動画を見てくれてありがとうございます。みんなもミアと一緒に遊んでみてね。